全国各地暑くて暑くてみんな悲鳴上げてるんだけども、青森もすんごく暑いです。でが東京とかに比べれば涼しい方だけれども、北国の雪の真冬ねマイナス5度とかさ、その中で仕事してるような人からすると、生活してる身からするとやはり35度は暑いですでこの暑さの中で農作業をやってて熱中症で死んだっていう人いっぱい聞きます、農家でやってれば。だから無理しちゃダメだなって、ここで死んでも意味がないんで、やはり無理せずの熱中症に気をつけながら仕事をする必要はあるなと、ね、でその対策についてお話ししたいなと思うんだけれども、まずやはりね、まずっていうか一つではね、やっぱねできるんであれば、俺が一番おすすめしたいやり方は、朝早くやって暑い時間は農作業しないっていうこと、あとは夕方の方にやるとか、そういう感じ、日中の暑い時間は作業をしないで、別の仕事したり休んだりして前後でやるっていうことで、俺のパターンで言うと朝2時とか3時に起きて3時4時には畑で作業開始できるようにっていう感じでやってます。で昼前、まあ、11時半とか12時ぐらいに上がって、午後はYouTube、 こういう風にね、今午後なんだけども、午後3時なんだけども、ここで動画を撮って編集してアップロードとか、役所に出す書類をやったりとか、また YouTube で何をお話ししようかとか考えたり、勉強する時間に当てたりしています。暑い時間はここでエアコンかけながら、もう扇風機こっちに回してるんだけどもね、やりながらやってます。で夕方になったら少し畑を見に行って、足りないところだったり水やりをしたりとか、世話をちょこっとしてね、まあ暑さで野菜たちも弱ってるからあまり触らない方がいいとは思ってるけれども、やらなきゃダメなことで、今水あげなければこの先しおれて枯れてしまうかもしれないっていうパターンにおいては、水やりしたりとか、ちょこっと草刈りしてみたりとか、そういうパターンで仕事してます。ただこれがね、人をいっぱい雇って組織的にやってる大きな農業法人であれば、やはり社員さんに対して8時から5時までとか、そういうに決まった時間があるんだったら、これはやはりできない手かもしれないね。まあ話し合いをしたりなんだりしてできるんであれば雰囲気出したりすればいいけども、農家っていうのはやはり家族単位でやってるところもやっぱりまだ多いんで、そういうパターンであればこういう手を取れるなっていう話なのね。農家として朝2時に起きて、朝5時は早い、みんな普通サラリーマン早いって言うんだけれども、5時は朝早くありません、普通です。2時とか3時とかその間には起きて、もっと早い人はもっと早いよ、で涼しいうちに仕事をあらかた終わらせて、暑い時間は別の仕事というパターン。だから家庭菜園の人も、もし日中は仕事あるじゃんであれば、朝早く、まあ、出勤前、家庭菜園ぐらいの小さい面積だとすれば、出勤前、まあ、5時に起きて6時まで作業して、そこから朝準備して出勤っていう形もできるだろうし、帰ってきてからちょこっとやる、ね、暑い時間を外してるのね、家庭菜園はいつの間にかね、この時間仕事な、日中は仕事だから自然とそういうことができるのね。で気合い入れて日曜日とかね、日頃の平日の仕事で疲れ溜まってるのに気合い入れて、日中に準備して一日中畑仕事するぞってやってると、疲労も溜まってるところに暑さが来るから熱中症で倒れて、お亡くなりになってしまうとか、そういうパターンもあるのね。だからなるべくはそういう朝やるなら朝やるっていう風なパターンで、平日と同じパターンでやってって、平日だけども、休日ね、休日だけども昼時間あるけれどもそこはやらないみたいな、家庭菜園でやってるサラリーマンの人もそういう風にした方が俺はいいと思うね。気合い入れていつもと違うパターンする必要はないし、で農家でもとか大きく家庭菜園やってる人とかでも、時間ができるんであれば朝早い時間にやって、午後は別の仕事をする、まあ俺みたいに YouTube とか、他にゴミの仕事とか、冬だから、まあ、雪の仕事は別だけども他に仕事があるっていう人だったら、こうやってね、俺がこの動画撮ってるのはもう仕事になるわけだから、でこういうことをする、まあ農家であれば午後は倉庫の中で倉庫の掃除整理、このあと収穫があるとかさ、なんかいろんな方あるから、そういうものをやる時間に当てるとかね、どうしてもお日様の下で仕事をしなきゃいけないっていう義務はないんだから、
ね、暑い時間はお日様を避けて涼しい場所、もしくは日の当たらない場所で作業をする、仕事をするっていうやり方もできるはずだから、ね、そういうふうに柔軟に対応させて、やはり仕事を組み立てていく必要があるんじゃないかなって、畑仕事に関してはね、無理して、そして無理してやって、野菜もね、今うちの野菜もすごく疲れてるのね、わかるのさ、暑さで全然成長しない、実がつかない、大きくならないなっていうさ、やはり暑くなってくるとそういう状態が見えてくるのね。まあ暑くても元気なやついるけどね、枝豆とかさ、あいつらなんだかんだって思うくらい元気なんだけども、ね、そういうこともあるから、なるべく手をつけないで置いたりして、涼しい時間に手をかけるときは涼しい時間にやる、そういう言い訳なんだけどね、うん、本当は暑い時間でもやれればやったらいいんだけども、涼しい時間にやろうね、それはそういう理由だよみたいな感じで自分に聞かせてやってるみたいな。別に暑い時間にやる必要ないしね、うん、なんかあまり触りたくないし、なんかすごく疲れてるところをね、キュウリとかもなんかもしおれてさ、こう葉っぱこうしおれてさ、スイカとかもこうクタってなってる時にさ、やる必要ないなと思ってさ、朝早くからシャキッとしてるから、その時にちょこっとごめんねって収穫したりとか作業したりしています。だからっていうことで、やはり暑い日中無理にやんなきゃいけないってものじゃないから、涼しい時間帯に、ね、朝と夕方やっておけば間に合うなら間に合うでそれでいいし、間に合わないならどうしてもやんなきゃいけないけれども、その時はしっかり塩飴とか舐めたり水分補給してやればいいし、そうでない場合は、ね、朝と夕方で暑い時間は倉庫整理だったり、こうやって俺みたいに YouTube やってみるとか、ね、そういう風な生活スタイル、仕事のスタイルを取り入れること、これが熱中症対策になるのかななんて思いますね。だからこれは現場仕事とか工場の仕事とか、いろんな仕事あるけれどもに共通すると思うのね。ずらせるんであればずらしましょうと。きつい時間はね、もう異常に暑いんだから、今の日本っていうのはもう本当に命を落とす危険な暑さなんだから、ね、そういうふうに仕事のあり方を変えていかないととても持たない。だからそういう農家だったらこういうやり方してるよっていうことで、皆さんの仕事の現場でも活かせるものがあればいいなと思うんだけども、まあこういう感じでね、無理してやる必要はないんで、暑い時間下げて仕事をして、で暑い時間は涼しいところで仕事をして、そして生活していけば俺はいいんじゃないかなって思って今やってます。収穫はもう少し先だから少しのんびりしてるっていうのもあるんだけれども、まあそんな感じでやってます。とにかく熱中症にならないように、俺も熱中症になって重度まで行って命を落としかけたこともあるんで、ね、本当にしんどいものでやばいんで、あれ2週間は復帰できなかったから、熱中症になるくらいだったら休みましょう。それが一番の熱中症対策だと思います。